どうも、バンライフジャパンのりさこと大輝です。私たちは家を手放してキャンピングカーで旅をしている夫婦です。はい、はい、私たちはこの暮らしをね2020年10月にスタートして現在900日が経過しました。はい、はい、そして今日はね少しいつもと違う風景でここ石垣島に来ています。はい、はい、ここはね昔大輝くんが住んでいてで仕事をしたりとかねしていた場所なので、はい、後で少しね紹介もしたいと思うんですけど、はい、はい、私たちは昨年の12月からキャンピングカーを沖縄の本島にね送って、でそこで約4ヶ月半くらい沖縄のバンライフをしていました。はい、ね、でまあそろそろ本州に戻ろうということで今キャンピングカーを本州へ運んでいるところです。そうです。はいね、はい、でその間に石垣に遊びに来ています。そうです。はい、で私たちはねこの暮らし、夫婦で旅する暮らしを今900日続けていて、でね見ている人からするとすごいってね思われたりもするかもしれないんですけど、もともと私たちはこんなね、生活ができるような仕事をしていなかったし、もう二人で揃って仕事をね切り替えてゼロから挑戦してきたわけなんですけれども、この暮らしをしているとやっぱり多くの方から夫婦でいくら夫婦とはいえ常に24時間一緒っていうのはちょっと無理なんじゃないかとか、あとは夫婦で、ずっと一緒にいて喧嘩しないんですかとかあとは、なんだろうな、まあ、同じようにパートナーと旅がしたいんだけどっていうね相談をされたりとか、そういったことがね、はい、多くあります。なので、私たちもねこうの暮らしを続けてきて、もちろんたくさん喧嘩もしたし、はい、ね、で喧嘩するくらいだったらねこの暮らしをしない方がいいんじゃないかってねちょっと考えたことも正直あったんですけどね、はいそうなんですけど、まあそれを乗り越えて900日経った今だからこそ言える夫婦で旅をしてきてよかったというお話を今日はしていきたいと思います。はい、では行きましょう。行きましょう。はい、ではまず一つ目、夫婦の思い出がたくさんできたということが良かったポイントです。はい、ね、そうです。毎日思い出になります。そう、そんだけ行きたいところに行けるし、うん、それを夫婦で結構長い時間ね共有できるのが、うん、まあ地味なところなんですけど一番幸せです。はい、私たちの旅のスタイルはキャンピングカーを家の代わりとして、で常にリモートワークで仕事もしているし、夫婦2人でずっとリモートワークをしながら旅をしながらそこでねご飯を作ったりだとか日常生活を送りながらの旅をしているんですけど、日常生活でね結構まあ仕事もやっているので、そんなにねみんながイメージするほど休みがあって遊んでいるとかそういうわけではないんだけど、日常生活そのものが毎日がねとても新鮮で、日々のねその思い出ができているのが本当に良かったなって思います。そうです ね、貴重な一日一日を一緒にね過ごせているのは本当にこれってすごく幸せなことだなって思います。そうです、うん、毎日散歩するときに、うん、新しい景色で散歩できたりがいいです、はい、そうね、今日は、はい、石垣島でね車はないですけど、うん、こういうことも時々やれるからね。そうだね、逆にこれがなんか旅行気分だよね。そうです、キャンピングカーも日常っていう感じがして、はい、ちょっと不思議なんですけど、はい、そんな感じです。楽しんでいます。はい、では2つ目、絆が深まったということです。はい、はい、これはこちらは、はい、毎日2人でこの生活を成り立たせるために、うん、特に最初は大変でした、うん、大変、やらなきゃいけないことというかやりたくなくても頑張ることを続けましたし、うん、それを夫婦同時に同じぐらいのモチベーションでやらなきゃいけないので、そのリモートワークを確立するためとかね、あとはそのこの生活に慣れるためっていうのも、そうですね、やっぱりあると思います、うん、全てが家での暮らしとは違う形になってくるので、そういったことがねやっぱり全部自分たちで
ね、スタイルを確立していくっていうところが ね、 ね、あったもんね。僕たちに関してはミニマリストになっていくことは、はい、あの前提でしたし、うん、そしてあのね、ちっちゃい空間で過ごすのにも慣れる必要があるし、うん、そう、食事の仕方もシンプルにするとか、はい、はい、そうですね。もう常にずっと同じ小さな空間で常に2人が一緒にいるので、協力せざるを得ないし、お互いのことを分かっていないと成り立たないところもあるので、まあ、強制的にね、そうしないといけない部分もあるんだけど、まあ、その結果として本当に絆は深まっているなって思います、ね、いいとこも悪いとこも本当に受け入れるっていう気持ちが必要で、うん、まあなんかね、こう後回しにできないところがあるけど、うん、でもそれが良かったと思います、うん、よかった、はい、本当に良かったです、はい、はい。3つ目、何でも協力できるということです、まあ、今のお話とね、はい、少し被るかもしれませんが、常に一緒にいるので、もう本当に協力なくしては成り立たない部分もあるんだけど、常に相手のことを理解しているので、なんかね、自然と協力体制になれるというかさ、そういう部分があるなって思います。そうです ね、 ね、まあ、僕たち得意な部分と不得意なものが反対だから、結構まあ運転とか車に関することは自分がやるし、うん、磯子ちゃんはそれ以外の部分でやってくれたり、仕事の面で割と磯子ちゃんの方が得意なところが多かったりするから、うん、こういうナレーションもそうだし、 YouTube で言ったらね、でそういうのは任せて、うん、お互いそういう感じでやっています。はい。4つ目、同じ方向を見て歩んでいけたので、仕事の面でも成長することができました。はい、ね、はい、これはやっぱり2人の共通意識があったので、まあ、生活をするならこういう方法でしようとか、まあ、旅をするならね、こういうスタイルだっていうのが、お互いの共通認識がちゃんと定まっていたので、人生をね、こういう方向で進んでいこうっていうところが理解し合えていて、その結果として仕事もまあなんか同じ方向性を向いてやってこれたので、私たちはゼロからリモートワークに挑戦したんだけど、はい、お互いね、その一緒になんか相手も頑張ってるから自分も頑張っているっていう感じでなんかやってこれましたね。そうですね、うん、それは大きいと思います。あります、うん、はい、はいはい、5番目、2人だからできることがある。はい、こちらは2人だから YouTube もできているのがありますし、うん、2人だからリモートワークのなんていうかな、共同で仕事をもらえたりっていうことも過去にありました。うん、そうね。あとは1人旅とは違う2人だから楽しめることもやっぱりあったりあるしね、するよね。そうだね、うん、何か共有できたりとか、はい、そういう部分もあるし。そうだね、ひだこちゃんのヨガに関する仕事に僕が手伝い撮影できたりとかもあるし、本当にいろんなことが2人によってやれる幅が増えました。はい。6番目、仕事でも生活でもお互いをカバーし合えるということが良かったポイントです。はい、はい、でこれはね、私たちやっぱり苦手な部分と得意な部分っていうのが結構なんていうのかな、差が激しかったりするので、そういう意味でもお互いのことをカバーし合えるので、まあより旅をしたことでそこが良かったなって感じます。その常に一緒にいるので、常に相手の、ね、はい、なんか得意なことも苦手なことも見えるんだけど、はい、それによって、まあ、半人前同士が一緒になって一人前になっているみたいな、そんな感じですね。そうだね。なんかね、僕たちはそんなにね、有能ではないのでそれぞれのちょっとできるところ合わせて一人前ぐらいかなって思いますけど、うん、はい、なのでね、まあ常に一緒にいることで
苦手な部分をカバーしてもらえているし、で、どちらかがうまくいってなかったとしても、相手がね、そこも補っていけば、例えばね、どっちかが仕事がないとかさ、そういう時でもどっちかがあればね、まあ、なんとかやっていけるし、はい、そういうところも、なんか、夫婦二人でいるからこそ、成り立ったかなって思います。はい。で、私は今日ね、こうやって夫婦で旅をしてきてよかったなって思うことをお話しさせてもらったんですけど、まあこれをなんか話したことで感じたのは、やっぱりこう2人がうまくバランスを取るためには、私たちはそれぞれさ、自分自身のことを大事にしてきたりとかさ、自分がどんな人生を歩みたいかとか、そういう自分のことも大切にしてきたし、でそれをちゃんと伝え合ってきたというのもあって、そういうこともやっぱりパートナーシップには大事だなっていうのをね、改めて感じました。はい、まあこのバンライフを始めた一番のきっかけは、りさこちゃんの挫折からだったですけど、うん、その挫折をね、チャンスに変えて踏み込んで本当に良かったと思います。この生活僕たちは大好きだから、うん、楽しいですしね、それだけ頑張れるモチベーションも出てくるから、うん、よかったので。そうね、確かにそのどっちかがモチベーションあっても、どっちかがね低かったら成り立たないし、はい、そういうところもね、同じタイミングでやってこれた。そうですね、なのでまあ興味がある人には少しでもこの生活のまあいい部分っていうかね、うん、それを伝えられたらいいかなって思います。はい、そうですね。じゃあ最後に、パートナーと旅がしたいっていうね、相談をよくされるんですけど、そういう方に何かアドバイスというかメッセージありますか？とにかく相手を受け入れることが一番、うん、あらゆることを解決するし、うまくいくと思います。はい、確かにそうね。はい、はい、あ、本当ですか。うちなのハプネアアドベンチャーで、僕は12年前オリジナルでネイチャーガイドをやっていました。ということで、今回は夫婦で旅をしてきてよかったことをテーマにお話ししました。皆さんの知りたいことや好きな旅のスタイルもぜひコメントで教えてください。バンライフ3年目、まだまだ旅は続きます。これからもキャンピングカーや車中泊に関する情報をどこよりもリアルにお届けしていきますので、チャンネル登録をしてお得な情報を見逃さないようにお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。